すごいなんかこの世のものとは思えないようなそんな敵さんなんですけど大丈夫ですか？あわわわわわわ。ちょっと待ってよ。あ、はい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 。分かった気がする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 。多分そういうこと。今多分もう皆さんもお分かりだと思うんですけど、多分こういうことじゃないか。えい、結構ダメージ受けてるよ。気をつけて。どうあ、まだあるか、まだあるか。えい、どうかな、どうかな。まだまだありますね、まだありますね。もうちょい回り込みの、うわあ元気ですね。元気なのはいいことですよ。でもあ、復活してますね、これ。あ、でも。いいんじゃない？これで。ほいほいほい。こんな感じで攻めていけば、おそらく大丈夫なはず。いっちゃえ、いっちゃえ、いっちゃえ。オッケーオッケー。どう。できたら、できたら。あー、まだか。まだか、まだか。ここか。オッケー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 。決めよ。お、どうかな。よかったー。ほんとあの無邪気に喜ぶあの様子好きだわ。私を助けてくれたのは剣士様ですか。ありがとうございました。目の前が真っ暗になった時はもうダメかと思いました。でも剣士様はどうしてここに。え、デクヌキ様が。そうです、今日は年に一度の儀式の日。こうしてはいられません。早くここを脱出しなければ。そうですな、とりあえず取らせておくれ体力増えるってことのこのありがたみね。出ましょうか。ほんと申し訳ないです、いろいろな意味で。なんかアロエマークみたいですねアロエのマークってなんだっていうか、自分で言っておいてあれだけど。ということで、フロルの真珠です。その真珠がお前を良い運命に導いてくれることを祈っておるぞ。ありがとうございます。
音楽がやっぱりいいですね。ということで、なんとか、なんと言ったのかわかりませんけど、なんとかクリアができましたね。この先が思いやられるんだけど、大丈夫かな。ということでですね、次の場所へ向かっている最中なんですが、まあいい機会なんでここでちょっとお話をしていこうかなと思います。まず前回のボス戦に関してなんですけど、非常にお粗末なプレイングだったなと深く反省しております。大変申し訳ありませんでした。正直俺が上手いとか下手以前の問題で、あれは操作を主に攻撃をかわす系の感じの技をね、まともに習得していなかったっていうことが一番の原因だったかなと思うので、やっぱ問題外ですね。まあ一言で言ってしまうと。なので練習はあれからしてきたので、あの時よりはだいぶマシになってると思います。結構ね、期間とかもあれから経ってるので、多少マシになったとは思うんですが、本当に申し訳ありませんでした。まあ、その練習のもののついでとして、あれなんですよね、空き瓶を1個見つけることができたんで、回収してきました。なので、うまく活用していきたいですね。なんかいるし。びっくりした。なんか無視しちゃったけど大丈夫かな。また出てきましたね。じゃあ、向かっていきましょうか。そんな感じです。あれか?やっと見えてきましたね。一度ですね、あれから竜巻に巻き込まれて多少戻されちゃったんですけど、見えてきたぞ。なんだ?なんということだ、島が。遅かったか。もしやと思っていたが、これほど待てとは。この島にはジャブー様という水の精霊が住んでおられたのだが、この様子ではもはやジャブー様。おーい、めっちゃ呼ばれてるんだけど。あ、ご無沙汰です。やっぱりここにいたか、探したぜ。お前、ジャブーという精霊を探しているんじゃないのか?残念ながらジャブーはここにはいないぜ。しかし派手に荒らされたものだな。これも魔獣島の化け物の仕業らしいぜ。そうなのか。でも安心しな、お目当てのジャブーは、島が襲われる前にある場所へ逃げているよ。ある場所。どこですか?お前の生まれた島、プロロ島。でもプロロ島に行ってもジャブーに会うことはできないぜ。ジャブーが隠れている洞窟は硬い岩盤で覆われていて、外からは入れなくなっているからな。あの海賊たちでさえ中には入れなかったみたいだし、海賊?すまない。俺は海賊たちならお前のいるところを知っていると思ってうっかりこの話をしちまったんだが、あいつら何を思ったのか、自分たちがプロロ島に行って洞窟の中に入り込もうとしやがった。なるほどね。とりあえずタウラ島に行けばいいのかな、まずは。そうですね。ありがとうございます。じゃあ一旦タウラ島に行きましょうか。そういうことですよね。
長居はよろしくないですが、なんかできることとかはあるんですかね。やっと着いたー。死ぬかと思ったー。糸族の者が言った通り、人目を避けるようにして海賊船が止まっているな。何を調べているかわからんが、宝の目当てで行動しているのなら、どうせ聞いたところでまともに教えてくれはせんだろう。そうですね。なんとか海賊どもに知られずに何をしているのかを探るのだ。了解です。まあ、陸に着いてしまえばこっちのもんだと思ったんですけど、若干陸じゃなくて冷やってしまいました。 ここから行けたりするんですかね。結構微妙なところですよね。向こうのとこから行った方が安定しそうだけどな。ちょっと行ってみるか。あ、案外行けた。案外行けましたね。合言葉とかあるんですか？合言葉とかあるんだ。俺久しぶりにこのセリフ言われた気がすんな。ある人に教えてた気がするけど。体力をどうにかしたいよな。っていうか、合言葉を探してきて、もう一回ここに来なさいってことですね、おそらく。合言葉探しましょうか。では引き続き、探索をしようと思います。なんかすごいもん見つけちゃいましたね。見てはいけないものを見てしまったかな？入ろう。めっちゃ探したんだけど、でも。行けるとこはどんどん行こう。悪く思うなよ。お宝を手に入れるにはどうしても爆弾が必要なんだ。まあ、悪どい商売していては報いだと思って諦めるんだな。まあ、確かにな。うん。海賊相手に吹っかけようなんて全くいい度胸をしてるんですな。しかし、ゴンゾの兄貴も、あの口が固いポストマンからよくこの情報を聞き出せたもんですな。おうよ、なんかちょっと若干怪しいぞ。プロロ島には何かあると睨んでいる。だからあのポストマンに会うときは小僧のことを心配しているふりをしていたのさ。結婚したら？まさに鬼に金棒、豚に真珠、天下一の海賊になるかもしれませんな。照れてらっしゃる。いや、これサムネにもいいかもしれないですね。あっさりですね。同意を求めるところだったけど、惜しくもみたいな感じですね。あの壊されちまった島を見たろ？早くしなきゃプロロ島だってあの島の二の舞になっちまうんだよ。急がねばならんってわけですな。はて、なんか姉貴は男よりあの島を助けようとしているみたいに聞こえますな。何言ってるんだ、私はあの島の宝が。完全に今バレましたね。これは優しさかな？優しさかな？今日の合言葉って何でしたかな？あ、ここで聞けるのかな？お宝がっぽり。おー、わかりました。了解です。
宝がっぽりだ。はい。お宝がっぽりですな。大事なことなので3回言いました。オッケーオッケー。これで、いけるわけですね。でもですね、できたら、できることならハートが欲しい、このご時代なんですけど、このご時世なんですけど、ルピーしか出ないですね。話しかけはできないのか。そうですね。じゃあ、いやー、いい写真ですね。いいですね。じゃあ行きましょうか。それで海賊船のところに行って、合言葉を入力して、中に入れば、いいのではと思いますので、行きましょうか。ここじゃなかったっけ？もう一個こっちか。ここじゃないですね。もうちょいこっちだっけ？ここか。よいしょ。オッケー。なんか、あっちからの方が登りやすそうな気はするんだけど、まあまあいいや。あ、これでいいのかな。オッケー。行きましょう。あら、誰もいない。誰かいるかなって思ったんだけど。下行ってみようか。あ、いたいた。久しぶり。元気してた？生きてたのか。兄貴たちがお前は魔獣島の化け物にやられちまったって言ってたから。でも生きていたんだな。あ、そうか。前、オイラを慕って戻ってきたんだな。まあ、そうとも言うな。そういうことにしとこうかな。相当先輩やりたかったんだな。ニコも。でも、そんなニコ分に慕われちゃ兄貴としては張り切らなくちゃな。よし、早速例の試験をやるぜ。今度は前より難しいからな、頑張れよ。お。ロープアクションかな、また。ロープからロープか。たー。シャッターも用意してやる。ってことは制限時間付きってわけですね。まあ、だいぶ余裕があると思うので、時間は。とりあえず失敗しないことを重視にやっていけば多分いけるんじゃないかなーって思うので、今爆弾って言ったよね。爆弾って言いましたよね、今。あ、これはぜひともいただきたい。じゃあ行きましょう。よっ。じゃあ方向をいじります、まず。よいしょ。もうちょいこっちかな？あ、結構動きますね。結構動きますね。結構やばいやつですね、これ。結構動くな、ロープが。位置固定だったらよかったんだけど。あ、なんか乗れました。ありがとうございます。乗れちゃいました。多分もうこの回は間に合わないと思っていいと思うので、何があるかを見ておきましょうか。何もないですね。じゃあ、おとなしくやりましょう。よし、いけそう、いけそう、いけそう。素直に下下がってやればよかったよ、今。でもですね、ちょっと今発見しちゃったんですけど、せっかくなんでそれをじゃあお見せしましょうか。できるかわかんないけど、たまたまできただけかもしれないですが、まずここ行くじゃないですか。で、ここ行くじゃないですか。で、間違えた。あれ？どうだっけ？どうだっけ？これですね。下にずらして、ここね、思いっきり振ると、ギリ届いたんですよ。なんかもう、
どうしてもあそこを左側経由していけなくて、もうこうやっていけないかなって、なんかダラダラとやってたら、たまたま届いちゃってさっき。びっくりしたんですけど。届くかな？さっき届いたんですよね。ちょっと次で行ってみますね。よいしょ！届いた。届きましたね。そんな感じですね。じゃあ、あとはゴール目指しましょう。ここは普通に行けば OK かな。じゃあ一回止めて、止めて。あれ？ OKOKOK。で、行きましょうか。待って、時間大丈夫だよね。すごいのんびりやってるけど。ガシャーンって降りないよね、シャッター。次で行きますよ。はい。オッケー。危なかった。またこれももうできちゃったの？すごいな、お前。完全に感心してる。まずいな、おいらもしたことないのにこんな簡単にできちゃうなんて。今度も勝手にあげちゃったら兄貴たちにバレるだろうな。爆弾やるぜ。ありがとう。でもみんなには内緒だよ。絶対絶対、かわいいな。お茶目な部分もあるな。様子を伺いつつも手に入れましょう。爆弾は本当にありがたいな。最高30個持てるんだ。へえ。使い方的には爆弾花と同じかな。バレましたね。それにしてもあんな塔から吹っ飛ばされてよく無事でいられたね。どうやらその様子じゃ妹はまだのようだね。だいたいあんたは無謀なんだよ。今だって留守番が下っ端の2個だったからいいようなもの。他の連中だったらすぐに放り出されてるところだよ。確かにそうかもな。そりゃそうと爆弾を何に使う気だい？ひょっとしてあんたもジャブーの宝を。ジャブーはね、今、あんたの島の裏の洞窟に隠れてるよ。でも入り口が大きな岩盤で塞がれてるから、壊さなきゃ中に入れないってわけさ。私らは今夜街でゆっくりうまいものでも食べて、明日の朝早くにプロロ島に行く、で、行くっては、ん？行くってはずさ？今晩中にケリをつけたらあんたの勝ちってことにしてやる。もたもたしてたら明日の朝私たちが乗り込むからね。わ、これは、テトラの兄貴なりの優しさですね。じゃあ遠慮なく行きましょうか。行きましょうかね。遠いすぎるっていうね。よし、準備はいいようだな。いよいよプロロ島か。何でも知ってるんだな。しかし、そこにびっくりなんですけど。できたらダメージを受けずに、プロロ島まで行きたいところなんですが、どうなることやらわかりません。結構ね、確か距離があったと思うんですよね。なので慎重に行きましょう。着きましたね。気がついていたか？魔物に襲われた魚の島に上陸してから、時が止まったかのように夜が明けない。これがバル様の言っていた呪いなのか？なんであれ、夜が明けぬのなら、海賊に先を越される心配はないということだ。確かに。お前にとっては久しぶりの故郷の島だ。家族に会っておくのも悪くはないだろう。そうですね。ジャブー様のことはそれからでもいいぞ。若獅子さんの優しさですね、これは。いい機会なので、戻りましょっか。また元気ですね。元気なのはいいことですよ。くしゃみみたいだったね、今。へえ。これはびっくりな展開でしたが。久しぶりだなあ、ここは。
泣きそうだよ。泣きそうだよ。そんな顔しないでくれよ。感動的な場面だろ。そんな顔しないでおくれよ。あ、待って待って待って、これって、わー素敵だなー、撮っとこう初めてまともな写真を撮った気がする。うわ、なんかもう BGM も泣きそうだもん。 BGM もいいよ。ここはでも用があるのは裏でしたよね。確かルピーがありますね。せっかくなので、もうちょっと探索を してみましょうか。よいしょ。どうだ？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 届いてくれ。オッケー。よかった。回復あるよね。オッケーオッケー。ありがたい、ありがたい。こっちの方を、あ、敵がいますね。そうなんですよね。プロロと普通にうろうろしてたら、敵出てきたんですよ。恐ろしい話ですよね。こんな平和な島が。怖っ。あー、大体わかりましたよ。でも、ここでようやく爆弾のお出番というわけですね。よっ、こんな感じ。来てよかったなぁ、こっちに。入ってみましょうか。うわ、すごい神秘的。すごい神秘的な場所なんだけど。あ、妖精さんだ。風を操る若者よ。あなたの冒険に少しだけ力を貸しましょう。ありがとうございます。もう少しどころじゃなくていいですよ。もう全部貸してください。力を。おお、最高。1000ルピーまで持てるようになった。お、上限が上がったのか。この湖の妖精は、泉の妖精はあなたの傷を癒してくれます。戦いに疲れた時はまたここを訪れなさい。そんな役割もあるのか。なるほどな。お！これはちょっと、いただいていこう。いただいていきましょう。よっ。よっ、オッケー。ありがたすぎる。前のボスで間違えて使っちゃったんですよね。ボタン間違えて使っちゃったんですよね。だから、すごい良かったです。良かったー。どうだっけ？こうなってたっけ？いや、爆弾だったか。どっちでもいいか。その都度変えてけばいいか。